ズムシというバンドでボーカルをしています、魚住と言います。よろしくお願いします。あ、今ちょっとフライヤーを配っていただいています。ぜひフライヤーを手に取ってください。 SNS 一通り TikTok も Twitter もインスタも全部やってますんで、もしよかったら気軽にフォローしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。じゃあ、わっ、ちょっと TikTok ライブ配信も今やってるんですけど、そこからリクエストいただいたんでリクエストいただいたので、じゃあ丸の内サディスティックを歌いますね。待って待って待って、間違えた。 OKOK。 星は2社平行線で、東京はアイスロー飲めやもんない、兄弟19万ももったいない、茶の水魔者の匂いで飛んじゃって大変さ、毎晩絶頂に倒しているだけ、私たちは商売確認しているさ。そしたらベンチが愛に映って飛び、税理士なんてついていない、後楽園将来そうになって結婚してほしい、毎晩シングルで誘引するだけ、ピザ屋の彼女になってみたい、そしたらベンジや天使クラッチでぶって丸の内サディスティックをお届けしました。皆さん、はじめまして、スズムシというバンドでボーカルをしています、魚住と言います。普段は5人組のロックバンドで活動しているんですが、今日は一人で弾き語りをさせていただいています。12月30日に、名古屋の池下クラブアップセットというライブハウスでワンマンライブをやります。そのね、チケットが今、あとね、62枚で、これ、あー、どうもありがとうございます。62枚でなんとか完売すべく、ちょうどでもたくさんの人にスズムシというバンドを知ってもらいたいな、ライブに足を運んでもらいたいなと思って、こういう場所で歌わせていただいています。ぜひ今日チケット持っています。あとね、フライヤーに載っているサワーキャンディーっていうアルバムも CD1 今日持っています。で、ダウンロード派、サブスク派の方もぜひ配信で聴けるので、ぜひ聴いてください。で、もし30日予定が空いてる方がいたら、フライヤーに載っている QR コードからチケットも買えますし、今日は私手売りで持ってるので、手売りが一番
手軽に手に入る方法なので、ぜひよかったら声かけていただけたら嬉しいなと思います。じゃあちょっとどんどん立っていきますね。何やったかな。頑張って。あ、ありがとうございます。どうもありがとうございます。え、そうなんですか。どうもありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。あ、嬉しい。ファイラで一発オリジナル。あ、オリジナル。あ、なんか TikTok ライブからオリジナル曲をやってほしいってちょっと言われたんですよね。じゃあオリジナル曲やろうかな。じゃあこのね、アルバムのサワーキャンディーという曲から推し曲を1曲お届けしたいと思います。ついついやっぱり私たちって、なんか自分の価値をなんか、ね、誰に愛されてるか、どこに所属しているかとか、そういうことを基準になんか考えがちだと思うんですけど、そうではなくて自分の価値は自分で決めて強く凛と生きてほしいっていう気持ちを込めて書いた曲です。 YouTube にアニメーションのめちゃくちゃかっこいいミュージックビデオがあります。聴いてください。ノーメイク、スズムシのオリジナルソングです。知らない、最初からでつっぽくてちょっとフラットよろめいただけ。 No 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 Take a chance you're right to make me bye bye。 もう聞きたくないんだ、地味からないものとして生きてくだけ。するようなね、お前レッドカーに浮かう気持ち、扱わせるぶっ飛ぶセンセーション、人形遊びの果てに No 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 と来てる君の顔なんて、夜に撫でる生ぬるい風に全部全部飛ばしてやって、本当の思いを目が合わない僕のレイネ、バイバイ、もう聞きたくないな、初めからないものとさせて。知らない最初からにつっぽくてちょっとプラッとよろめいただけ。 No 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 Take a chance you're right to make me bye bye。 もう聞きたくないんだ、初めからないものとさせ。睡眠時間世界してくすってまぶたの裏に張り付いて、うってしな、その夢があるなら灰になりたいんだ。 No 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 これ以上距離集めないで思うさ、愛は僕にとって在宅ヒーター入れといて不在よ。一度は信じてしまった勇気を吹き返した宿り気の種、交わらぬ僕ら映画のようなね、お医者ごっこの果てに No 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 と来てる君の顔なんて、夜に撫でる生ぬるい風に全部全部飛ばしてやって、本当の迷いネタのライムクのレイネのバイバイ、もう聞きたくないな、初めからないものとして生きてくだけ。聞きたくないな、初めから終わりを見せてよ。 No 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 愛をいただくてだなんて知らない、最初からずっぽくてちょっとバッてよろめいただけ。 No 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 Thank you cause your eyes don't make me a bye bye。 もう聞きたくないな、初めからの今の顔させて。睡眠時間世界してこすってまぶたの中に張り付いて、うっとしな、その暇があるなら灰になりたいんだ。 No 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 これ以上距離を詰めない、愛は僕にとって最大の意味さ、入れといてくれて。 No no no
って僕は僕として生きていくだけ。ありがとうございます。スズムシのオリジナルソングお届けしました。ノーメイクです。お届けします。深夜東京の6畳半、夢を見てた。ああ明かりの灯らない蛍光灯、明日には消えてる天井上に開幕戦打ち上げて。いなくなんないよね、ここには誰もいない、ここには誰もいないから。ボーカルをしています、魚住です。ぜひツイッターフォローしていただけるととても嬉しいです。どうしようかな、なんかじゃあ
まだちょっとカバーを歌いますね。皆さん TikTok は見ますか？スズムシも TikTok はやっています。最近ちょっとだけねバズってちょっとだけフォロワーさんが増えて毎日投稿できるように今頑張っているところなんですけど、ちょっと TikTok でとても流行っている曲をやります。弱音吐き。ウーラン路地の真ん中で慣れない景色つかない匂いに私は終わりでそう思っていくんでしょう。私は怖がりで知らないことには手をつけて誰かいたやってきて遠く見をするまで待っていた。全部ことは単純でマニュアル通りの生活を来る日もだんだんと過ごしていた。そういやさそういやさ昨日の私もこうだった。そういやさそういやさ弱い根を吐いている。スプライティングアンネス一歩前に出るのをやめときます。絡まれたくはないからさ描いた理想像に現実から近づけないよう生きときます。明日の街を過ごしときます。うるら路地の真ん中でいつもの夕日を薄めて眺めた胸の地でつぶやいた。いつまで続くだろう。そういやさそういやさ昨日の夕飯これだった。そういやさそういやさ後ろに下がって逃げときます。出したくないからないからさ描いた俺の想像に現実味がないから近づけないよう生きときます。明日も大事を過ごしときます。しました。スズムシというバンドでボーカルをしています、大泉です。ちょっとずっと立ち止まってるくださってる方何度も同じ自己紹介してるなと思うかもしれないですけど、ちょっと通り過ぎる方のためにちょっと大事なことを繰り返しお伝えしています。スズムシの大泉です。はい、ありがとうございます。キャップリング練習したく、なんかさっきね秒で吐き踊ってくれてる人がいてねちょっと嬉しくなった私たちも TikTok やってて、なんかメンバーと一緒に踊ったりとか歌ったりとかしてるやつをあげたりしてて、この弱音吐きはなんかメンバーにスタジオに入ってきた瞬間にドキリをかけられるっていう動画があるのでぜひ見てくださいじゃあちょっとあいみょんをお届けします。新曲ですね、あいみょんのハート。伝えることも難しいこと、近くにいればいるほどなんだか何が言いたい。眠たい夜に眠れないこと、予測できない帰りを待ってる私がいる。すること近くにいればいつかは待ってる弱い時間。過ぎたりそっと笑われたこと、また
負けない穴の曇りであなたのこと温めてあげられる。自信のある恋ばかりじゃないけれど私ののハートをお届けしました。鈴虫というバンドでボーカルをしています、魚住です。あ、どうもありがとうございます。魚住です、よろしくお願いします。あの、私はフリー素材ですので、あの、自由に写真を撮って動画を撮って SNS にぜひアップしてください。鈴虫の魚住が金山で歌ってたよってつけてねアップしてくれたら、あの、宣伝にもなりますし、どうかよろしくお願いします。どうしようかな、あともうちょっと、あ、こういう頑張ってる人を世の中もっと評価してあげてほしいありがとうございます。ちょっともうちょっとカバー曲を歌おうかなと思っています。私もすごく大好きな曲で、まばたきという曲を歌いますね。幸せとは星が降る夜と眩しい朝が繰り返すようなものじゃなく、大切な人に
じゃなく大切な人に降りかかった雨に傘をさせる。という曲をお届けしました。ありがとうございます。スズムシというバンドでボーカルをしています、ウォーズミーと言います。あ、よかったら。ありがとうございます。フライヤーが気がしちゃったので、ぜひ SNS フォローしてください。 TikTok、Twitter、Instagram、YouTube 全部言ってます。でアルバムも出してるのでサブスクで聴くことができます。 Apple Music、YouTube Music などやってる方ぜひ聴いてください。あ、ぜひもう全然ここを取りに来てください。本当 QR コードここに載せていますのでよろしくお願いします。あ、チラシが今ちょうどなくなってしまって、ごめんなさい。あの、これをこれがチラシ代わりみたいな感じでよかったら喋ってってください。ちょっとチラシを切らしてしまったので申し訳ないです。はい、チラシすらないといけないね。お家帰ったらチラシすろう。じゃあちょっとだいぶ歌ってきたので今日ちょっと次最後の曲にしたいと思います。じゃあ最後ヒゲダンを歌って帰りますね。TikTok ライブを見ている皆さんもありがとうございます。今 TikTok ライブも配信してるんですけど、今いいねが1万7000件来ててちょっとびっくりしてて本当にありがとうございます。じゃあ最後心を込めて歌います。プリテンダー。君とのラブストーリー、それは予想通り、いざ始まれば一人芝居だ。ずっとそばにいたって結局ただの観客だ。感情のない I'm sorry、 それはいつも通り慣れてしまえば悪くはないけど、君とのロマンスが小さいから続きはしないことを知った。もっと近づいていて、もっと違う関係で出会える世界線選べたらよかった。もっと近づいたくて、もっと違う価値観で愛を伝えられたらいいね。そう願っても無駄だから、抱きしめて
さ。すごい、やばい、こんなにいっぱい集まってきた。やばい、どうもありがとうございます。